はい、じゃあね、前回アイシクルでキルばっかりしてたらね、負けちゃったんで、今回はポイント重視でやっていきたいと思います。アイシクルの占領マップで使う武器がね、前回クリス使ってたんで、今回 MP7 でいきますかね。で、まあ、ポイント重視なんで、基本的に占領しに行くと。あんま裏とかは取らないでずっと占領しに行くみたいな方針で行きますか。で早速開始。で、どうしようかな。まずはやはり、これ A なのか B なのかわかんない。左から行こうと思うけど、右かな。まず、目の前の敵を倒して、で、兵火なんだけど、今回援護兵、セントリーガンをね、つけてるんで、援護兵を使っていく。おっと、人が一人、奥にいましたね。あいつをやって、まずはポイント。で、ここでね、ずっと、このルールはね、同じとこに留まるとポイントが溜まるっていうシステムなんで、ずっとここにいなきゃいけないですね。で、ここで、待ちましょう。まあ、ポイント重視なんでね、戦わなくてもいいです。適当にうだうだ、ね、しながらみんな止まってるね。まだ置けない。セントリーガン、違う武器を持ってしまった。ちょっとポイント稼がなきゃいけないんだよね。ちょっと敵を少し倒しに行きますか。まあ、ポイント重視とか言ってるけどね。若干ポイント、敵を倒さなきゃいけないんで。で戻りますかね。なんか来ないんで、多分あっちで、黙ってた方がポイントも溜まると思うんでね。こうやって50、50って。おっと、上に敵がいますね。まあなんか、この人ずっとここにいるな。めっちゃポイント溜まってるでしょ。で、後ろから、敵を倒して。で、セントリーガンがね、もうそろそろ置けると、まだアンロックがされてないようだね。おっと、煙で何も見えないが、敵は来ていないか。すべてのスキルが使用できます。ちょっとポイント貯めたらね、使っていきますか。さて、じゃあ、あらかじめ、ここに置いておきましょう。設置して、でスモークを投げて、おっと、いきなりやられてしまう。早速、セントリーガン、壁抜きセントリーガンで壁抜きしましたね。まあ、あっちはもうセントリーガンに任せて、今度こっち占領しに行きますかね。で、5400、第4300。結構拮抗した試合になってますね。取られてる。で、一人やって、もう一人いるだろうね。いないか。ナイス。味方ナイスですね。じゃあ、ここでもう、こっちがね、結構怖いんだよね。なかなか取れなくてね、こっちが。2階からね、狙われるんですよね。爆弾。適当に投げた爆弾がヒットしていく。で、もう、いいかな。ここで、ポイント稼ぎしましょう。おっと、敵が見えましたね。ちょっとサブマシンガンの距離ではないんで、ちょっと詰めていく。で、こういう変な場所にセントリオンを置く。占領されてるかもしかして。3人ちょっと出過ぎましたね。やられてしまった。で、味方が両方と、早速セントリーガンが敵を打ち抜いてますね。ただな、一回敵倒したら場所がバレちゃうからね、簡単に壊されちゃうんだよね。もう壊されたかな、俺のセントリーガン。まだいるじゃん。まだいるじゃないですか。で、奥の一人をやっていく。まあ、やっぱサブマシンガンだけやってなかなか倒せないね。何発も撃たないと。まずい。バレちゃった。いいね。セントリーガンがいい働きをしてるが、左から撃たれ。この場所がね、ほんとなんか結構、いろんな方向から見られちゃうんだよね。今の場所もそうだけど、あそこの上、2階からも見られるんだよね。中央取られたら上から撃たれちゃうんで、注意していきたい。奥に敵が爆弾を持ってるが倒しきれず、ここはやっぱ MP7 弱いか。これ敵だと思ったら味方だ。上から敵をマジか。しかも同業者にやられる。まあ、ポイント的にはね、倍ぐらい差がついてるので、この調子でいけば、まず負けることはないと言ってもいいでしょう。で、ちょっと戻りますか。またこっちの方を攻めていく。またセントリーが同じところに仕掛けて、スモークで、濁していく。上に敵が、いますね。ちょっとやばいか、これは。MP7。ここちょっとはみ出てるけど、無理か。入んなきゃダメか。おー、この人ずっといるな、ここに。すげえポイント溜まってそうだね。おっと、今、上の方に敵が見えたんで、ちょっとずつ狙っていく。壁抜き、できない。もういなくなっちゃったかな。あんまり攻めてこないね。これ攻めてこないと、敵負けちゃうよ。全然、こっちの中央も取られてないみたいだし、あともう黙ってるだけで勝っちゃいますね。敵がいない。ちょっとあれだな。なんか、勝てるのはいいんだけど、ゲームとしてどうなんだ、これは。ちょっとポイント、まあ、稼いではいるけどさ、面白いかって言われたら、面白くはないぜ。もうちょっと攻めて、おー、びっくりした。いや、これ、あれだな。まあ、いいんだけどさ、別に。なんかずっとここにいなきゃいけないっていうのがなんかネックだよね。確かにポイントは溜まって、この人はもう暇でしょ、絶対。もう暇ですよ、みたいな。俺暇だぜ、みたいなね。伝わってきますね。ジェスチャーで。全然攻めてこないからね。もう、ポイントもガンガン、がっぽり稼いでますよ。もう倍ぐらい差がついて。あ、で、この人ずっと座ってるから1位じゃないか。で、俺が2位だ。暇っすね。おっとふざけていたら、後ろから撃たれていく。しかも俺だけ。ずるい。どうしようかな。つまんねえな。正直ちょっとつまんねえな、これ。確かにポイントは敵が後ろにいるんで。後ろから撃っていくぞ。で、上にもいますね。で、さっきの人、まだあそこにいますね。じゃあ、証拠にもなくここにセントリガンを設置していく。もうバレていくかな、さすがに。で、またポイントをね、食べていきますかね。こんなんですわ。おー、やられた。お、いいね。上からミサイル降ってきたよ。あれ何の兵かだ？援護兵のレベル 4？ボコボコにされましたね。まあ、このモードこうなっちゃうんだよな。なんかね、占領したらずっとポイント溜まってってその場にいなくてもいいとか、だったらまださ、占領して反対方向とか行きゃいいんだけど、ずっといなきゃいけないからね、もう必然的にずっとここにいるんだよ。ここにいることが多くなる。もうキャンプ。要するにキャンプ推奨マップみたいな。これちょっとどうなんだろうね。まあ、ただ、あれだな、BF とかのなんだっけ、ドミネーションと違うのは敵を殺してもね、ガンガンポイント入っていくんで。まあ最悪占領しないでめっちゃキルしまくっても勝ちには貢献できるんだろうね。まあどっちもできるよっていう選択肢が与えられたっていう風に考えておけばいいのかな。上からなんか降ってくる。今度はここにいよう。ここでもうじっと黙って。敵が来ないんでね、もうポイント溜まってく一方ですよ。おっとおっと、上からすごい爆弾が降ってくるね。で、またセントリガンを置く。ちょっと、暇ですわ。暇っすわ、このモード。もうちょっとガンガンな攻めてきてもいいと思うんだけど。お？上か？あ、上にいますね。ちょっとサブマシンガンじゃちょっと覗かないと厳しいか。さすがにもう味方がやってくれたか。おっと、後ろから撃たれてしまう。いやー、これな、もう負けねえな。さて、どうしようかな。右側がちょっと取られてる。ちょっと右行こうか。目の前に敵を倒して、回復キットで回復して、で、キャンプをしていくと。もうずっとこんな感じですわ。奥の一人やって、いや、やっぱね、倒したくなんだよね。確か占領してた方がポイントはいいんだけどさ、つまんねえんだよ。そういうことでね、ちょっともう、占領は味方に任せて攻めたいところだが、今日はね、一応ポイント稼ぐっていう名目でやってるんで。いや、でもやっぱね、こうですわ。これが楽しいね。突っ込んで撃ちまくって、敵にぶち当てるっていうのがやっぱ FPS なんでね。さて、でももうポイント2位か。今度右行ってみますか。右の方はこっちがね、ややこっち不利なのか知らんけど。おお、めっちゃ敵いる。やばいやばいやばい。すげえいるでしょ。じゃあ、こっから飛んで、奥に、スナイパーライフルか。ちょっときついっすね。さて、右かな。もう一回右行こうかな。下くぐ、ちょっと待てよ。あっちにいたよね。音が、銃声が聞こえて、やばいやばいやばい、結構入り込まれてる。これ、後ろから来るん、これはちょっとひどいね、視点の移動の仕方ですね。ちゃんとクリアリングをしっかりしましょうっていうことですね。左側はもう入られてるんで、見に行きましょう。こっちの方の、ここがね、結構裏通りしに来る人が多いんだけど、今回はあんまいないのかな。もう、逆に俺だったらね、ガンガン裏取りして、もう、早速、うわ、出たよ。クレイモア来ましたね。まあでも、今回初めてかな、クレイモア。いつも10個は踏むんだけどね、クレイモア。もうなんか変なとこにセントリー。お、敵がいますね。結構裏取られてんのかなってことは、ここも取られてる？もう一人。後ろ、やって、まだやって。お、いいね。これもう無双ですわ。取り返したが、まだ一人敵がいることは分かっている。奥の人を、やばいな。左、右に一人ずつ。これはちょっと厳しい。だが、あえて、突っ込むのが FPS。ここでね、ちょっとポイント稼ぎして、無駄にスモークグレネードを投げて、適当にグレネードを投げて、で、なんかよくわかんないところを撃っていく。おっと、上の一人をやって、もう一人やっていく。なんかいいね。活気が出てきた。うわぁ、ついにやられた。AK か。AK12 点は、これ、新武器ですね。さて、もう終わりっすね。あと400ポイント。もう何もすることはない。まあね、ポイント稼ぎするとね、今回みたいにね、上位に行けるし、勝利には貢献してるんだけど、それだけだとちょっと、ゲームとして面白くないっすね。まあバランスよくやっていくのがいいのかな。占領地2箇所守りつつ、ちょっと前に出てね、裏取ったりとかしてるのが自分的には一番合ってますね。はい、ということで、以上です。おっと、2位か。1位の人はあれだね、ずっとあの1箇所に留まってた人だ。